LA Morning! LA Morning! Part 2! Hello, this is PJ Sam. LA Morning Part 2, bilingual program broadcasted in English and in Japanese every Wednesday at 9 a.m. on TJS Internet Radio. So tune in. Good morning, Los Angeles. The time is 9:10 a.m. Wednesday morning on March 10th, broadcasting live from TJS Radio Studio in Torrance, California. Welcome to LA Morning Part 2. This is Sam, your VJ. How are you doing this morning? TJS Radio presents news, sports, weather, and other useful local information in both English and in Japanese. So this program broadcasts on internet radio, and you can hear us using the TJS Radio app on your smartphones and tablets. Or you can also hear us by accessing our website at www.tjsla.com and find our radio player by clicking the right-hand column of the page. You can also watch us live on YouTube and searching us by typing the keywords TJS space radio and find today's followed by LA Morning Part 2. YouTube has its own live chat function, so you can send your messages and requests using this live chat function, or you can also send your messages and requests accessing our website top page request form, and also you can send us to radio@tjsla.com. So allow to me to introduce to our co-host today, Mr. Shinkai. Good morning. おはようございます。パート2もよろしくお願いいたします。さあ、この番組でも引き続きラジオの前のあなたからのメッセージ、リクエストをお待ちしております。E メールの方はradio@tjsla.com、radio@tjsla.com、あるいは TJS ラジオウェブサイトトップページにあります。メッセージフォームからお送りいただけます。先ほどもね、LA モーニングの終わりでもお伝えしましたが、英語でね、わからないこと、知りたいことなんてあったら、ぜひお送りいただきたいんです。これね、英会話教室とか行ったら、お金かかって聞くことですから ね、これ無料でいろんな英語の質問、していただけると思いますので、はい、ぜひお送りください。はい、さあ、じゃあまず今日天気からいっときましょうか。 Okay, let's go to the weather for the March 10th. Well, currently it's sunny, but according to the weather forecast, it's going to become cloudy in the afternoon, and eventually this morning, evening, it's going to rain. And this is going to be same for tomorrow as well. Daytime cloudy and nighttime raining. So let's go to the current temperature for Los Angeles County. It's 49 degrees Fahrenheit and 9 degrees centigrade. Orange County is now 53 degrees and 12 degrees centigrade. The expected high temperature for Los Angeles and Orange County both are going to be 55 degrees Fahrenheit or 13 degrees centigrade. Sunrise today was LA County 6:10 a.m. and Orange County was 6:08 a.m. Sunset time today, Los Angeles County, 5:57 p.m. and Orange County is 5:56 p.m. さあ、天気ですね。今現在は非常にこのオールドトーランス、いい天気となっていますが、一応予報ではですね、夜6時、7時ぐらいからまた雨のマークがついているんですね。この状況からあまり信じられないんですが、一応そんな予報が出ています。今日の予想最高気温は華氏55度ですね。ダウンタウン LA、そしてオレンジカウンティ、アーバインともにです。そして今日のサンセットの予想時刻、ロサンゼルスカウンティが華氏57度摂氏、華氏57度じゃないですよ、時間がですね、午後5時57分、そしてオレンジカウンティが午後5時56分というふうになっています。はい、さあ、先週ね、はい、この番組で、
みんなで、日本人がやっている酒蔵ノバブリューイング行きましょうよっていう話をしましたね。そうそうそう、してね、で13日でどうですかなんて言ってたんですけど、うん、あのちょっとねこうノバブリューイングの方ともこう何スケジュールとか見てみたらですね、そうそうそう、うん、3月20日がいいのではないかと。20日って日曜日、土曜日ですね。あ、土曜日か、うん、3月20日土曜日に変更したいなというふうに思います。なぜかというとですね、3月20日土曜日午後4時から夜7時までノバブリューイングではプチイベントが開催されるんですね、はい、ノバブリューイングのビール日本酒はもちろんテイスティングできるのと同時に美味しいものも食べたいじゃないですか。 そこにはですね新選組がまずブースを出します。ほう、そこで美味しい焼き鳥を焼いていますね。いいですね、大好き大好き。でラーメンディストリクト、ラーメンディストリクトと言いますとね、うん、このオレンジカウンティーそしてロサンゼルスにあります美味しいラーメンを冷凍フローズンで販売しているあの、うん、ラーメンディストリクト、話を聞きましたらもちろんそのフローズンラーメンの販売も行うんですけど、サンプリングもちろんちょっとのお金はかかりますけど、ちゃんといっぱい全部の一杯分じゃないですよ、味わえるようなね、ちっちゃくあのいろんなラーメンを味わえるその場で食べることができると、はい、いうことでございます。でその他にはどっかありましたっけね、出るのは、そうそれぐらいかな、それぐらいですよ ね、はい、うん、ラーメンとそラーメンと焼き鳥、はい、いいですよ、合いますよ、これと日本酒ビール最高じゃないですか。最高です、はい、そちらでみんなで楽しむのもいいんじゃないかなと思いまして、コビナにありますノバブリューイング、はい、3月20日土曜日の、午後4時から7時までやってますので、はい、いらっしゃれる時間にぜひね、可能な方は参加してみてはいかがでしょうか。お願いします、はい、これはもう現地集合現地解散 で、あくまでも、お酒飲む飲まないはご自身の責任ということでやらせていただきたいと思います。気をつけてくださいよ、はい、飲まない飲みすぎないようにもちろん私行きますので、はいはい、サムさんもね行きます、行きますよね、行きます、はいはい、ぜひ、お越しください、はい、3月20日土曜日午後4時から7時とコビナにありますノバブリューイングです。これね、うん、ノバブリューイングこのウェブサイトじゃなくて、あ、この LA モーニングパート2、はい、の、中で後でじゃあどこかに、あ、一応 YouTube のディスクリプションにも入れてます、もう入ってますね、入ってます、はいはい、そちらでぜひご確認、あ、入ってますね、はいはい、ご確認ください。はい、そうそう、チャオさんがね書き込んでくださってる通りです、うん、無料英会話講座、LA モーニングパート2と、そうなんですいうことなので、はい、ぜひ利用してみてください。はい、はい、さあということで、はい、今日もですねこの後およそ50分間ですね、そうですね、はい、お付き合いよろしくお願いします。ではニュースいきましょう。はい、じゃあニュースいきます。はい、はい、TGS Newsline. Japan to set up the office for flying vehicles. So Japan's transport ministry says it will be set up an office to integrate working being done on the so-called flying vehicles. The government aims to put a generation of air mobility into the practice use in 2023. Electric power flying cars will also use technology associated with drones. So officials hope the vehicles will improve logistics and reduce traffic. They also be way to reach remote islands and separately populated areas. So office will be set to open on April 1st. It will study vehicle safety standards and skills required for the pilots. So it will draw up a plan to register vehicles and control operations. Some officials will be based on test like field in Fukushima Prefecture, where they will be supported the test flights and the development of the new technology.さあいよいよこんな時代になってきそうです。ドローンなどの技術を応用し人や物を乗せて電動で飛行できる機体、空飛ぶ車なんて呼ばれていますが、交通渋滞の解消や物流の効率化、そして離島や過疎地での移動手段の確保につながると期待されています。
日本はですね、2023年の実用化を目指しているんですね。そして国土交通省は制度の整備などを一体的に行うため、来月1日専門部署次世代航空モビリティ企画室を国土交通省内に設置することになりました。この企画室では機体の安全基準や操縦者に求める技能などの検討を行い、機体の登録制度や運航管理の仕組みなどを整備します。また福島県にありますドローンなどの開発や実験の拠点施設、福島ロボットテストフィールドに職員が常駐しまして、技術開発の促進や試験飛行をサポートします。いよいよという感じですね。これは2023年ってもう再来年実用化と。もう2年でそんな遠くないですよね。ですよね、はい。まあ、もうドローンはね、もう技術はかなり上がってますけど、上がってますよ。果たしてこれを人を乗っけて飛ぶとなるとどうなるのかというところですね。楽しみですね。はい、さあ続いていきましょう。 OK, so news 2. Quad Summit to be held online on Friday. So the White House says the US President Joe Biden will hold an online meeting with leaders of Japan, Australia and India on Friday in the first top-level talk of the four countries known as the Quad. So the White House Press Secretary Jen Psaki announced Tuesday the topic at the talks will be included coronavirus responses and economic cooperation.Saki said the meeting will be one of the earliest multilateral engagements for Biden, who places importance of the close cooperation with the U.S. allies and partners in the Indo-Pacific. So the foreign affairs chief of the Quad nations have already held the talks.アメリカのホワイトハウスは日本、アメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国の首脳による初めてのオンライン会合を今週12日に開催し、新型コロナウイルス対策や経済協力などについて論議すると発表しました。クアッドと呼ばれるこの4カ国の枠組みでは、これまで外務大臣レベルでの会合は行われていますが、首脳会合はこれが初めてとなります。会合では新型コロナウイルス対策や経済協力、それに気候変動といった地球規模の課題について論議するということです。サキ報道官は会見で、インド太平洋地域の同盟国や友好国との緊密な連携を重視するバイデン大統領にとって最初の多国間による外交の一つになると述べ、会合の重要性を強調しました。さあ続いていきましょう。Okay, finally, after 1 year later, the LA schools could reopen, restarting in mid-April under the deal with the teachers. Los Angeles students are a critical step closer to the return to the campus beginning in mid-April under the tentative agreement reached Tuesday between the teachers union and the LA Unified School District, signaling a new chapter in an unprecedented year of the coronavirus force.School closures. The agreement, which must be ratified by the members, establishes safety parameters for a return to campus and lays out a markedly different schedule that are still relies heavy on online learning. The school day would unfold under so-called the hybrid format.Meaning the student could conduct their studies on campus during the part of the week and continue their schooling online at the other times. Family would retrain and then option to keep the students in distance learning for the full time. さあ、いよいよこちらもという感じですけど、カリフォルニア州最大の学校区 LAUSD ロサンゼルス統一学区はロサンゼルス教員組合と昨日交わされた暫定的な合意の下で4月中旬に学校での授業を再開すると発表しました。安全対策を実施した上でいわゆるハイブリッド形式での再開となります。学生は週の一部はキャンパスで授業を受け、残りの日程はオンラインでの授業となります。また家族からの要請に応じてフルタイムでオンライン授業を受けることができるオプションも設定されます。さあ最後いきましょう。 Okay, let's move on to the coronavirus cases for the March 10th. So for the California, confirmed cases is up by 4,179 on Tuesday. The total reaches now 3,585,651. Death
up by 245 on Tuesday, which reaches 54,621. The vaccine administered, okay, up by 115,892 on Tuesday. So now it's 1 million, okay, 628 and 752. Moving on to Japan's coronavirus cases, it's reached at 440,671. Death rose to, 8,299, and recover, nice number, 420,260. さあ、コロナウイルスの感染状況です。まずカリフォルニアから、火曜日だけで4179人増えて358万5651人が感染しています。亡くなった人は火曜日だけで245人増えて54621人、そしてこれはワクチンを接種した人でいいんですかね、はい、はい、が、これは1,10,100,1,000,10,100,1,000,000超えてるんですね、1,628,752人となっています。では日本見ていきましょう。日本では感染者が44,671人、亡くなった人は8,299人、そして、回復した人ですね、リカバーした人が42,260人というふうになっています。はい、以上ニュースお伝えしました。はい、毎週金曜日午後8時から8時10分までお届けしている Wheels Around the Globe、 DJ の高橋理恵です。お気に入りの古くて新しい音楽などをジャンルレスにボーダレスに DJ クリスとともにフリートークを交えてお届けしています。 So stay tuned。 What happened on today? Okay, what happened today for March 10th? Okay, back in 1964, Ford made a vehicle called Mustang. So the first Ford Mustang is manufactured and ready to release on April 16th, back in 1964. まずはですね、私大好きな車ですね。フォードマスタングが1964年の今日発表されたんですね。 そして、4月16日に販売開始されたということで、フォードマスタングね、出た頃の雰囲気がかっこよくて、で一度ね80年代ぐらいはあれマスタングはどっちに行ってしまうの、どういうタイプになっちゃうのって思ったんですけど、またここね、10年ぐらいは、昔のマッスルな感じに戻った。そうですね、マスタングです、ね、セダンタイプからね、クープとかいろいろとね、うん、モデルチェンジしたけども、今またちょっとね、マッスルな感じ ですごいかっこいいですね、非常にいいんじゃないでしょうかね。はい、はい、さあ続いて、okay, this should not happen, but it happened back in 2005 that Michael Jackson arrived in Santa Barbara Court an hour later and dressed in, guess what, in pajamas for his child abuse trial.、うん、これもご存知の方多いでしょうね。2005年の今日なんですね、はい、こうマイケル・ジャクソンさんがですね、サンタバーバラの裁判所にまず1時間遅刻、そして、現れた格好がパジャマ姿だったというので非常に注目を集めましたね。あれは何だったんだろうって未だに思っているんですけどね。いやこれどこでも絶対無理だけど、アメリカだと思いました、本当に。ねえ、遅れてパジャマで来る。そう、ぬいぐるみを持ってたんでしたっけ。持ってた持ってた、テディベアがなんか持ってた、テディベアが持ってましたよね。持ってたあれは衝撃だったなと。あ、もうあれからもう2005年でしょ、あれがもう15年ぐらい経つんですね。はい、さあ続いていきましょう。 Okay, today March 10th is the National No Smoking Day. So it's held the second Wednesday of the March. So this year happened to be a March 10th, and this was started back in 1994. 94年からですね、はい、
ナショナルノースモーキングデイなんですね。ああ、耳が痛い。そうなんですね。はい。これが何でか説明してください。Okay, moving on. So on March 10th in 1994, U.S. non-smoking policy just came out. So the Pentagon has introduced a new smoking policy in the Pacific. So the Department of Defense has implemented the Directive 1010.15, which is to ban smoking in the working place, designated outdoor smoking area, and created a precursor of the education program to start the distribution information to a new personnel to the health effects of smoking and to encourage smokers to quit in 1988. So back in 1988, the airline base of the United States banned smoking on a domestic flights of less than 2 hours, which was extended to domestic flights of less than 6 hours in February 1990. And other domestic and international flights came in 2000. はい、これペンタゴンから始まったんですね。ね、90年にペンタゴンが艦内が禁煙になったんですね。そう、まずね。そうで、まあこれで始まったというところなんですけど、ちょっと遡ると、1988年はアメリカの国内線で2時間以内の飛行時間の場合は機内が禁煙になったと。で94年には6時間以内これが禁煙になった。 そして2000年にはすべての国内線で禁煙になったと。で、国際も、ね、国際も含めて。そう、私これ記憶遡ってみますと、1994年ぐらいかなに初めてアメリカに、あの時はユナイテッドで来た記憶があるんですけど、はいはいはい、その時席の一番後ろの狭くなってるところじゃないですか。ありますね、2つしかない、2つしかないところ。あそこがね、喫煙席で開けられていて、タバコを吸いたい人はみんなそこに行って、うん、座って吸ってた記憶があるんですね。多分そこがあれでしょう、あの最後の空気が吸われる場所だから、そう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 、 OK なのかもしれないね。でも今考えると、はい、意味ないっすよね。だって繋がってるんだもんね。そうそう、でも今ねリサイクルしてるからそうですよね、うん、ちょっとおかしな話ですよね。はい、まあそんな日だったと、いうことですね。はい、さあでは、誕生日いきましょうか。 Okay, let's go to the birthday for the March 10th. So today we like to celebrate Chuck Norris, the stunt performer, and he was born in 1940 and he's celebrating 81 years old today. はい、チャックノリスもちろんまだご健在でございます、はい、スタントパフォーマー、まあ、俳優でもありますけど、いろんなね映画に出てましたけど、あのサムさんなんかは、どの映画とかドラマ、まあ、ドラマだったらテキサスレンジャーだっけ。テキサスレンジャーですよね。あとデルタフォースとかね。僕はねテキサスレンジャーよりもねデルタフォースなんです。あ、そうですか。イメージがね、いやでも確かにちょっとね、もっさいおじさんですけど、かっこいい、かっこいいですよね。まあね、ちょっと鈍いけども強い、うん、そうなんですよ ね、うん、決して機敏ではないですよね。そう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 、なんですよね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いていきましょう。 Okay、This is my favorite guy everybody. His name is 厚見清。 He played トラさん。He was born in 1928 and he passed away in 1996. He was 68 years old, and if he would be living today, he would be celebrating 93 years old today. 厚見清さん誕生日なんですね。96年に亡くなられてます。その時68歳で亡くなったんですね。いや、厚見清さんはいい、面白い、いい俳優ですよね。はい、僕も帝釈天に行ってみたいと思って、うん、柴又あの商店街見に行きましたね。あ、そうですか。お団子屋、はい、団子屋ありましたね。団子食べましたね。食べましたか。はい、懐かしい話でございます。そうだね。さあ、そしてもう一名、乱太郎さんからもね、はい、朝届いてましたけど。そうですね、はい、そう、聖子ちゃん、okay? 松田聖子 is a Japanese singer-songwriter. She's born in 1962 and she's celebrating 59 years old today. 松田聖子さん59歳になられました、ね、でもまだまだ綺麗です。本当に綺麗、ね、で娘さんの神田沙也加さんも今ものすごく活躍をされています。もう特にミュージカルの世界ではね、本当に、大女優になられているかなというふうに
思います。さあでは曲いきましょうか。 Okay, let's celebrate one of her song by 松田聖子 and it's あなたに会いたくて。いろいろちょっと見ながらですけど、ノバブリューイングのフェイスブックでもしっかりこのイベント上げてますね。上げてますか？ダナも OK ですね。岡山工房さんの方がね。で、テイストオブジャパンが、あ、そっちか。そっち。そっちだ。そっちにありました。そこで事前に購入もできる。テイストオブジャパンに確認しました。ありました。ありましたね。さすがです。そうです。そうだ。そこで見たんです。そう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 。これこれこれ。出た。で、僕3時で帰ってたけど、本当は4時だったんです。4時ですね。あ、こいい？こっちは3時になってるな。3時になってます。どうでしょう。3時になってますね。じゃあ3時でいいんだ。3時だ。そうだって4時だって言ったら3時間しかない。でも聖子ちゃんどこ住んでるんだろう。前ロサンゼルス行ったんだよね。一時期ね。今はあんま普通に日本じゃないですか、多分。ニックさんが、聖子松田って言わないんだね、イサムさんって。え？松田聖子って言ったでしょ、ちゃんと。聖子松田じゃないって。ああ、だって今、ほら、どっちでも行けるようになっちゃっちゃうね。これね。ね、安倍総理が書いてある。そうそうそう。ちょっとこの話しましょうか、この後。もちろん。ここはどっちでも。言っても。さっきは日本語で始めちゃったから。そうね。そう、NHK に、なんだっけ、英語のニュースのアンカーで。ジン・オオタニ。はいはいはい。僕と同級生だった。あ、同級生ですか。彼も僕はジン・オオタニって言ってる。オオタニ・ジン。はいはい。でもなんか僕のイメージですけど、英語だったら英語圏に合わせた方がいいんじゃないかなって僕は思うんですけどね。僕は思う。これなんでこれ始まったのっていうこと。ね、そうですよね。なんでわざわざこんなこと始めちゃったんでしょうね。そう、多分日本サイドのなんていうかなコンビニエンスにしたのかもしれない。いや、日本語で言うんだったら松田聖子でいいと思うんですよ。松田聖子っていうかラストネームファーストネームでいいと思うんですね。書くとかね。だけど英語で話をするんだったら英語圏に合わせてファーストネームラストネームでいいんじゃないかなって。でもね、ルールは、もし松田聖子で書くんだったら、松田が大文字、聖子が小文字にしろ。っていう書き方のルールもあります。めんどくさいな。めんどくさい。そうすればどっちが、ファーストネームかわかんないと。で、ファーストネームに言い方じゃなくて、ギブンネームなんだよね。ギブンネームとサーネーム。ファーストとラストネームじゃなく、ギブンと、さあ。さあ。で、ギビンスって S につけちゃうの。なんで言ったら、ファーストネーム、セカンドネーム、ミドルネーム。ああ、そっか。そこのルーム変わってる。だから、用紙見るともうないんです。もうギビンとサーネームしか。サーネームか。サーネーム。セカンドがミドルネーム。ファミリーネーム。ファミリーネーム。そこでもちょっと話しましょう。はい。じゃあ、まもなくですね。ですね、はい。毎週土曜日の午後8時からお届けしているイビザカフェ、 DJ はヤコミカです。私が今とっても気になっている話題をおすすめの音楽とともに紹介しています。イビザというフレーズにグッときたあなたも、そうじゃないあなたも、ロサンゼルス DJS レディオにステイチューン。さあ、まずはお知らせから言っておきましょうか。そうですね、そうしましょう。LM モーニングでもお伝えしました岡山工房のポップアップ、はい、
いやちょっと個人的にはガーデナーで行われるんで、うん、これは近いからね、ピックアップ行こうかなって思ってるんですけど、うん、まずは日付が近いところから行くと明日ですね、はい、明日です。明日がピックアップデイになっています。アーバインのラグカフェで午後2時から3時のピックアップ、はい、今回は M カフェそしてラグカフェ岡山工房のコラボレーションということで、 M カフェはおにぎり、こだわりのおにぎりの販売ですね。美味しそうだな、ね、で M カフェはね、うん、本当ここはオーガニック素材にこだわった美味しいお弁当なんかをね、今写真にあるのは鮭、鮭出てますね、出てますね。それにロールがついてたりとかね、カルフォルニアロールね、ありますけど、そして美味しい岡山工房のパン、パンありますね。で、これが11日でしょ、はい、明日のピックアップラグカフェですね、午後2時から3時、はい、そして、あさって、あさって金曜日12日ですね、はい、これピックアップの日に設定されているのがですね、うん、ガーデナでございます、はい、ガーデナの柏クリーマリーに、うんうん、新選組とか時代屋のモールの一番端です。前あそこドーナツやったじゃなかった、うん、だったかな。あ、そうですね、そうそうそう、おばちゃんがやってたんだけど、うん、今は、ね、今これに変わっちゃったってことですね。そうですね、じゃあ新しい場所なんだ、いいね、うん、この時期にできて。あ、でも結構前ですよ。前なのもう、うん、あのモールの一番ウエスタン側の端っこですね。そう、もうコーナーです、はい、コーナーコーナー、ドイラの前ですね、はい、そうそうそう、トヨタの前ですね。そう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 、はい、柏クリーマリー、こちらの美味しいアイスクリームだとか ね、 ね、うん、コーヒーもあります。あのブリューコーヒーなんか最高に美味しいです ね、 ね、はいはい、あとはラーメン辻田、辻田さん、そして岡山工房、はい、このコラボレーションによるポップアップイベントのピックアップデーが12日金曜日午後3時から4時、はい、柏クリーマリーであります、はい、そしてもう一つアーバインですね。またアーバインに戻りまして、まして、はい、これは18日か、18日です、はい、の木曜日、木曜日、来週の木曜日ピックアップで行われるのが、はい、やっぱりラグカフェでのピックアップになるんですけど、はい、ラグカフェ、ちなみにアーバインの、あれですね、エアポートビジネスセンター、そうそう、エアポートビジネスセンタースカイサークル、あの道ですね、はい、あの中にあります、はい、チンチクリンの広島焼きですね。いいね、お好み焼き、はい、チンチクリン広島焼き、もうチンチクリンって広島にはもう10店舗近くあるんですってね、もともと。そうそう、で、タノタの美味しいたこ焼き、ね、とろけるような、はい、中がとろとろなんですよね、タノタのいろんなフレーバーがあるしね、そうそうそう、ソースのね。でラグカフェはもちろんこだわりのおにぎり、はい、さらには岡山工房のパンということで、はい、これはちん、あ、久しぶりにチンチクリンの広島焼き食べたいな、はい、このポップアップイベント、はい、18日となっています、はい、この辺の情報ね、すでにサムさんがこの、うん、YouTube の、うん、あ、僕柏って言っちゃいましたね、感謝クリーマリーですね、そうそうそう、感謝クリーマリー、感謝してるための、そうそうそう、柏はラーメンだ、ラーメン、ごめんなさい、感謝です、感謝クリーマリーですね、はい、ですね。この今流れている YouTube の下の方のね、うん、ディスクリプションのところにリンクがあります、リンクがね、はい、はい、もう上がってます、はい、でもう一つね、13日、うん、これは一風堂のラーメン、これをね、はい、岡山工房でピックアップすることができます。すごい、ね、一風堂のラーメンのピックアップもありますので、この辺すべてですね、リンクからぜひご確認ください、はいはい、こういう機会ね、非常にいいと思いますので、利用してみてはいかがでしょうか、はい、さあそしてね、はい、もう一個、さっきちょっと、せっかくねマフィンちゃんが書き込んでくださったんですけど、はいはい、一つ時間の訂正があります。時間ノバブリューイングで行われる、はい、20日土曜日、はいはい、新選組、そして、おせんべいも売られますね、そういえば。そうだそうだ、それ3つ目のそれだった、ね、おせんべいもあります。そしてラーメンディストリクト、このコラボレーションイベント土曜日の午後、すみません、3時からでした、はい、午後3時から夜7時まで、はい、この4時間行われますので、詳しくは、うん、Taste of Japan ウェブサイトそうですねから、はい、見たらもっと分かると思います。そう、ぜひご覧になってください、はい、さあ時刻はもうこんな時間ですか。そうですか、じゃあ一旦スポーツニュースいっときましょうかね。そうかね、はい、はい、
わかりました。じゃあ BGM 始まります。はい。Time for the sports news. KTJ Sports News. So no spectaculars likely at the Olympic torch relay start. So organizer of Tokyo Olympic Games are planning to launch the torch relay without spectaculars due to the coronavirus pandemic. The torch relay is scheduled to kick off at the J-Village Soccer Training Center in Fukushima Prefecture on March 25th. It will take 121 days for the torch to travel across Japan's 47 prefectures. So a source close to the organizer told the NHK that they will plan to keep the relay departure events closed to the general public. They want to avoid creating crowds and instead host the relay in the safe manner. The antivirus measures are fully in place. Organizers are expected to announce the exact details of events, nearly the times, and closing monitoring the virus outbreak in the Japan.東京オリンピックの聖火リレーは今月25日にスタートして121日間をかけて全国すべての都道府県を回ることになっています。最初の出発点となる福岡県福島県の J ビレッジで25日の午前中に出発式典が予定されていまして、大会組織委員会や福島県の実行委員会はこの式典に一般の観客を入れることも検討していました。しかしコロナ禍の状況を講じて安全を最優先ということで、聖火リレーを進めていくためには人々が密集する機会をなるべく作らないようにする必要があるなどとして組織委員会などは出発式典には一般の観客を入れない方針を固めたことが大会関係者が語っています。具体的な内容などは今後協議して進めるということです。はい、続いていきましょう。 Okay, Naomi Osaka elder sister Marie retires. So Maria Osaka, the elder sister of the four-time Grand Slam champion Naomi Osaka, says she has retired from playing tennis in her Instagram post on Monday. I am retired from the playing tennis. It was a journey which I didn't enjoy ultimately, but I am grateful for the memories and supposed to be a gain and receive over the many years from the sport, wrote on a 24-year-old. I'm moving on so you can look forward to the new fun projects upcoming in the future. She played in the women's singles tournament in the United States in January and was ranked 340th in the world as the Monday of the Women's Tennis Association. The Osaka sister partners each other in the double during the 2017 Toray Pan Pacific Open in Tokyo.テニスの全豪オープン女子シングルスで2年ぶり2度目の優勝を果たした選手といえば大坂なおみ選手ですね。そのお姉さんでやはりプロの選手としてプレーしていた大坂まりさんが8日インスタグラムで現役を引退したことを明らかにしていました。本人はテニスのプレーからは退いている、何年もの間競技を通じて得たり受けたりした全ての思い出と支援に感謝していると書いています。女子ツアーを統括する WTA の公式サイトによりますと、シングルスで今年1月にアメリカの大会に出場していたということです。今月8日付の世界ランキングは340位でした。2017年のトーレパンパシフィックオープンではなんとダブルスペアで大坂なおみ選手と姉妹でペアを組んで出場していたということです。これちょっと見てみたかったなっていうふうに思います、はい、以上スポーツニュースでした。さあでは1曲いきましょうか。 OK from the birthday boy we'll play トラさん男はつらいよ。 OK、うん、あ、入ってんだ。あえてこの入ってる方を選びました。ああ、いいね。そっちの方がいいでしょ。ね、うん。
このフレーズでこのあれはすごい有名です。もうよく使うフレーズはね、もうそれ言っちゃおしめようっていうのがね、僕はすごくそれ使いますけど。ね、ブースで。やっとね、4K が出たんですよ、テレビの。ん？再現したトラさんの出たんですか映画ね、4K で直したやつ。あ、そうなんだ。それたまに行って土曜日に見ます。さんって何売ってましたっけ？露店で何を売り歩いてたんでしたっけ？何でもですよ。何でもですよね。そうそう、だからなんだかおもちゃにしてもたわしとかそんなものたわしとか何でも手に入れたものを売ってました、ね、売ってましたよね。それをすごくうまく言ってみんな来てやる、ね、はい、あれはすごい技術だと思う。ちょっと違いますけども、トラさんのね、うん、さっき流れた私生まれも育ちもっていう、そうですね、名台詞あるじゃないですか。あれこう昔のね、まあまだ仁義とか言ってる頃のヤクザさんたち、そうヤクザさん、あの仁義を切るっていうのが、手前どこどこにありますみたいな、発します、そう発します、あれはかっこいいですよね。あの構え方が、ね、構え方がこう手を前に出して、そう構え方がね、あの仁義を切るって多分今もうないですもんね。そうきっとね、歩き方がこんなだけのこんなんや、そうそうそう昔 の, そ, のそれこそ寅さんの頃のね、そう、あのいわゆるヤクザ、うん、家業の方々は、うん、ああいうちゃんとこうで義理があって人情があって、そうそうそう、そして仁義を切ってっていう、それで自分をちゃんと分かってもらうっていうね、あれかっこよかったですよね。ああいうのがね、あれ言うのすごい尊敬しちゃう、うん、あれ僕だってあれ、うん、暗記して言えたらかっこいいなって思いますもん。そうそう、できればね、絶対真似できない、あれは難しいですよね、彼しかできないことですよ、はい、そんなこと思い出しちゃいました、はい、はい、あとそうですね、あ、ゆうりさん、はい、どうもどうも、どうもどうも、はい、Jビレッジ懐かしいと、うん、あ、行かれたことがあるんですね、はい、でそうそう書き込まれてありましたけど、うん、チルチルチルさんがね、はい、日本はもう当日になりましたけど、はい、震災から10年、そうなんです、10年経ってね、2011年、うん、あ、違う違う違う、10年ね、2000、そう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 、11年、そうそうそう、3月と、あれからもうあっという間の10年でしたけどね、そう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 、復興復興という話は聞きますけど、まだまだ復興しきってない地域もいっぱいあります、うん、そして、住んではいけない地域もまだまだある中で、そう、放射能ね、ね、うん、ということになりますけどね、そうそうそう、また明日はちょっとこんな話題が出てくるんじゃないかなというふうに思います。そうそうそう、はい、さあそしてですね、はい、うん、ね、さっきちょろっとこの曲の裏で言ってたんですけど、はい、内陸王さんが、何々ラストネーム、まあ、サーネーム、はいはい、それ、ね、プラス自分ネームって表記、そう、そしてオーダーって決まったのって知らんかったって。そうなんじゃ、実はね、2020年の1月に安倍総理が発表したんですが、うん、日本での話ね、日本の話ね、うんうんうん、でそれで日本でアメリカでこう名前を出すとき、うん、ファーストネームなのそれともラストネームなのっていう話になって、うん、もう日本は名字から始まるんだからそれにしようっていうことに決めちゃったんですよね、うん、それが NHK が取り上げて、もうレポーター全員名前変えて、僕が知っている友人、あのジン・オオタニって言うんですけど、彼は変えずに自分はジン・オオタニで名前売れてんだからとか言って、うんうん、そのままにして、あと優子福島さんもその通りでやったんですね、はいはい、他はみんな全部名字から、うん、そしてやって日本と同じフォーマットにしちゃったと、うん、
そうだ、今回も、まあ、松田聖子さんのこともやっちゃったんだけど、それは僕日本語で初めて言っちゃったかだけの話で、もうそれは英語で初めて僕多分聖子松田って言ってたと思います。そうですよね、そっちの方がしっくりきますよね。なんでそんなことしたんでしょうって勝手に思っちゃいますけど、まあそれは日本のね、あ、なんだっけコンビニエンスでやったと僕は思ってます。日本語だったら別に松田聖子でいいけど、英語での表記だったり英語の会話の中だったら聖子松田でいいんじゃないかと単純に思ってしまうんですけど、そうもいかないんですね。そうでね、もう一個ね、あのコンフュージョンが起きるんですよ、うん、どっちが下なのどっちが上なのって言ってルール決めたのが、うんうん、もし名字下に住んであれば必ず大文字でファミリーネームを名乗って、うん、下は小文字っていうのがルールになってます今。あ、マフィンちゃんがそれって NHK だけの話って書いてありますけど、そういうわけでもないんじゃないかな。いや NHK がほら日本代表のほら、まあ ねメディアだからっていう。そうメディアだから、うん、ね、本当あの内陸王さんが書かれてる通り、そうなんだ、うん、ややこしいねってそうなんですよ、ややこしい、ややこしい、なんでそんなことしたのかなって思っちゃいますけどね、うん、もうちょっと深入りしてればよかったけど、はい、僕はそこまでしか知らないんで。そうね、はい、またちょっと分かったらね、はい、お伝えしたいと思います、はい、そして E メールいきますね。はい、お願いします。まずメリーちゃんから。はい、こんにちは、メリーさん、おはようございますと。Good morning. 先週新海さんがおじさんって呼ばれたことに関連してこういう場合のおじさんは英語でなんて言うの、パッと一言で言えますか、おばさんもどう言えばいいのって。だからお父さんでもないでしょ、うん、ないね、で、あの紳士でもないでしょ、おじさん、おじさん、おじさん、まあおじさんってね、ちょっとあのけなした言い方でね、うん、もう高齢者のこと言い方で old hack、 old hack、うん、言い方をちょっと呼び捨てみたいな感じで、うん、全然リスペクトもない言い方ね。ああ、なるほど。じゃあこういう日本語みたいにちょっとあの笑いも入るみたいなのはないんだ。まあね、 that guy とか old guy とか oldies とか、そういう old guy ね、少しね、the guy ね、ソフトに、うん、はい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 、あ、そうかそうか、そうだ、あとは men とか、うん、あの women だったら women とかね、うんうん、そういう言い方もしますね。だから girl だったら若いじゃん、 boy だったら若いじゃん、はい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 、men だとちょっとね、成人のちょっとおっちゃんっていう感じ。ああ、そういう感じか、うん、なるほどね。 あとね、そうだ、はい、僕からもね質問があるんですよ、はいはい、さん、はい、どうぞどうぞ。ね、はい、ちょっと待ってください。あの例えばね、はい、まあ、ソングライターとかね、はい、の名前、名前、グループの名前の中に、うん、この英語ですよ、英語で、はい、THEE っていうのが入ることがあるんですね、はい、例えば、このグラミー賞今度今週末ありますけど、はい、そのレコードオブザイヤーのね、うん、ノミネートの中に、はい、メーガンThEE スタリオンっていう方がいるんですよ、うん、メーガン、これはダ、ザ、ジ、ああ、なるほどね、うん、はい、これは一応ダイレクトで表現の言い方で、うん、ダをリになってるだけのことで、どっちで発音はどっちになるんですか、リ、ディ、だからディにちょっと近いけど、リ、ゼとディの間、はいはい、D、あ、じゃあこれはメーガン、ゼスタリオンっていうことか。そう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 、ああ、メーガン D、うん、メーガン D スタリオン。よくカントリーソング に、はいはいはい、に使われるような感じでちょっと流れますよね。ダ、はい、ーとかアオーとかいう意味で、ますよね、それの D ですね。あ、じゃあメーガン D、はい、スタリオン。あ、うん、あ、すっきりした。これね、サムさんに会ったら聞こうと思ってたんですよ。あ、そうですか。そうですか。そしてね、はい、クマさんからもメッセージいただいてます。はい、おはようございます。おはようございます。サムさんにお聞きします。アメリカに来た当時よく耳にしたこと、があり戸惑いましたと。みんな普通に言ってたよ。ドルで1バックス、1000ドルを1000グランド、何なのと。で実はですね、うん、今パッと調べたんだけど、うん、バックっていうのは、うん、なんだっけ、牛またはそういうミュールのことをバックって言います。で1700年の時にそれをアプリシエするためにそのディアスキンとかそれを買う時に1個ずつの単位で買う、うん、バックバックで、そこからドルがバックになった。今の喋り方だったらちょっとバックスっていうのはちょっと皮肉に言い方ね、
1box 2box とかで、まあこれはフレンドの間で構わないけども、正式に言い方はもうちゃんとドルって言わないとちょっと、うん、そういうことか。そう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 、たまに言うじゃないですか、10バックスとか。そう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 、あ、そっから来てるんだ。だから前はそのトレードするときにお金じゃなくて物だったんで、その時の本当にバックだったってバック。そう、ストリーム、そう、一匹一匹って感じで。あ、そういうことだったんだ。そう、前ドルっていうのは高い値になってたみたいですね。あ、そういうことか。はい、あとグランドって言い方もありますよね。グランドは1000単位、1000単位、キロと同じですね。1グランド、そう、2グランド。だってグランドはちょっと大きい意味で、なるほどね、普通ハンドリーしない金額なんでね。はい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 、そうか、うん、いやー、なんかね、いろいろ、そう、日本でいうところのエッチゴさん、駄菓子屋のおばちゃんが100円のお釣りを、はい、100万両っていうのと変わらんな。そう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 、あのイメージは伝わるけど、そう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 、うん、量なんですよ、100万両とか、ね、100、1000、1000とか。ああ、そういうことか。そうそう、うまい、うまい、いい、いい会社です。座布団があれば座布団あげたけど座布団はない、1枚とか。そうですよね、商店、うん、好きなんですね、僕も好きだ、あの番組商店。うん、ああ、あのあれですね、漫才山田くんね。そう、山田くん運んでくるのね。そうそうそうか、あとはね、うーんと、そう、内陸王さんが、うん、さっきのね、ファーストネームとかの話、はい、会社ではやっぱり、ファースト&ファミリーネームオーダーだなーっていうふうにね、ファーストネームと、ファースト&ファミリーネームオーダーだけどな。そう、今そこでね、用紙が変わっちゃって、うん、ファーストネーム、ラストネーム変わっちゃって、ギブンネームズとファミリーまたはサーネームサーネームっていうふうにフォームは変わってます。フォーマットも変わってるわけですね。なんでギブンズにギブンの S がつくかっていうと、日本はないんですけども、ファーストネームとミドルネームがあるんで、ギブンズっていうことで。そういうことか、そういうことか、うん、なるほどね。あとさっきのおじさんの話だけど、おっちゃんアンクルじゃダメなのっていう。アンコは可愛いじゃん、まだ。じゃあ本当のおじさんだもん、それは。おばさん、おじさんになるわけだから、その身内のね、そうそうそう、の間の、そう、アンコーとアンティーという意味で、うんうん、だからこの先週の僕みたいに、うん、あの嵐ファンから、うん、おじさんが喋ってたとかいうののおじさんとアンクルは違いますもんね。違う。であともう一つね、やらしいのが、うん、アンコーサムって言ったらみんな嫌がるんです。なんで？あの税金取りだから。なるほど。だから僕はそれでね、嫌がらせ言われたことあるけど。あ、なるほどね。でもアンコーサム。そうか、はい、まあまあそんなわけでございまして、うん、ぜひラジオの前のあなたもこんな感じでね、ちょっとしたことでもね、はい、構いません。面白いね。ぜひ、質問 E メールでお待ちしておりますので、はい、お送りください、はい、さあエンディングいきましょう。いきましょう。はい、Okay, how did you enjoy so far with the Wednesday's LA Morning Part 2? It's coming closer to the end of the 33rd broadcast of March 10th. So we are open to any topic suggestion coming from you to talk about them in this program. So please send your messages using our request form from our website top page, or you can send us your email to radio@marktjsla.com.Or if it's easier for you, you can send them your messages on the YouTube channel using the live chat function. And also searching us by the keywords TGS space radio during our live show. And also don't forget to watch our studio live cam from our website at www.tjsla.com. So let's see you next week on Wednesday at 9 a.m. on TGS Internet Radio.さあということでお別れの時間となりました、はい、あの一つちょっと週末の告知をさせてもらっていいですか。どうぞどうぞ、はい、今週末もですね、はい、その FM 富士でスイートディグズレールがお休みということ で、はい、そうですか。 TGS ラジオもお休みなんですが、はい、あのなんか やらなきゃいけないんだろうなって思ってるんで、なんかやります。で先週は、カリフォルニアのね、うん、ウエストコースト LA 以外の、まあ、ウエストコースの音楽ロックにスポットを当てましたけど、今週末はですね、はい、私の、頭が働くの体力が持てばですね、はいはい、また収録になると思いますが、はい、もしかしたら生でやるかもしれませんが、うん、ルート66を
音楽で旅してみようかと。そう、うん、イリノイ、ミズーリ、一瞬カンザス、テキサス、ニューメキシコ、アリゾナ、そしてカリフォルニア、いいね、あ、いいね、うん、これをですね、まあそこ出身のアーティストとか、はい、それにまつわる曲でちょっと旅をしてみようと、はい、いいですね、いう企画を考えてそこそこにおります。はい、ぜひ土曜日夕方6時からインターネットラジオをお楽しみください。はい、さあ最後なんですけど、はい、ラジオネーム、はい、長いでーって、何あれがラジオでかかるたびにノリノリになれるおばさんからのリクエストよろしく参加いただきました。すごい長い、はい、ありがとうございます。はい、ですね、はい、スーパーボールのハーフタイムショーの時に歌われたあれですよ、はいはいはい、あの曲大好き、もうずっと前からだけど2021年になってなおさら今もアメリカでヒット曲のみならずリズムが、取りにくい曲ばかり流行って口ずさんでる曲なんてありゃしない最中、おばさん時代の私たちも超ノリノリにリズムに乗れる曲ということで、はい、The Weeknd の、ブラインディングライツか、ブラインディングライツ、うん、こちらをいただきました。確かにね、はい、Weeknd あの非常にディスコっぽいアルバムに仕上がっているので、うん、はい、その中のヒット曲ですね、はい、これもスーパーボールでやりました。これを聴きながらお別れです。わかりました、はい、では曲紹介お願いします。 Okay, let's play the request song and by ちょっと言えません、はい、and then we're going to the Blinding Lights by The Weeknd ということでありがとうございました。 お相手は私新海ケーキと Sam Vandenberg。 See ya。でかかります、ね、みんなこれで踊るんですよ。ああ、そうなんだ。このダンスフォームができてます。あ、そうなんだ。うん、次あ、ちょうどあった。こっちが、こっちが OK です。曇ってきましたね、やっぱり。やっぱり予報通りですね。うん。でも雨がパラパラっていうのはいいんだけど、ガーッと来ると怖いね。そうなんですよ、ね。窓ガラス当たった音が。バチ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 って言いますからね。下手するとなんか氷が当たってるんじゃないかみたいなね。うん、まあ、何ヶ月か前そうだったんだよ。氷が落ちてきた。予報がね、ちょっとね、変わって、うん、僕の見てる天気ですよ。これはね、ウィンターストーン。午後2時に、このロサンゼルスダウンタウンだけど、午後2時に一回雨がマークがついて、その後また晴れになって、で深夜1時ぐらいから一回雨が降るという予報になってますね。夜は持ちそうですね。今ウィンターストームっていうのも出てきたけど、いやすごいみたいですよ。あのどこだっけ、ビッグベアのあたりはものすごい雪降るらしいです。今週末は多分雪いいでしょうね。はい、ということで、よいしょ。今日も皆様ありがとうございました。ということで、何か英語等の質問があればぜひお待ちしております。で20日ね、土曜日午後3時からありますので、コビナにあるコビーナ、コビーナですね、来られるという方はぜひお越しください。ということは、そう、僕行くんだから生放送できないじゃん。だから収録だ、収録これは今週じゃないから。あ、来週か。来週だから、時間あると思います。どっちにしようかなって、まだ迷っております。はい、ということで。でした。
大丈夫ですか。じゃあ切りまーす。はい、See ya. See ya.Yeah.